サッカー選手。元ブラジル代表。ポジションはディフェンダー。2004年から2012年までフランスのリヨンに在籍し、クラブの黄金期の後半を支えたセンターバックである。1995年にコリンチャンスでプロサッカー選手としてのデビューを果たす。1999年にクルゼーロに加入すると試合数をこなし、2003年にはドイツのレバー空前に レンタル移籍する。しかし新たな環境に適応することに苦労し、再びクルゼーロに戻ってプレーした。2004年8月にフランスのリオに移籍し、二度目のヨーロッパ挑戦となった。ここでは初年度の2004から05シーズンからレギュラーとして起用され、リーグンのタイトルを獲得。以後も2007から08シーズンまで4年連続で同タイトルを獲得した。自身も、 主力として、チームを最終ラインから支え、リーグアンを代表するセンターバックとなっていった。2012年9月、8年間過ごしたリヨンを離れ、トルコのガラタサライに移籍するも、4ヶ月で契約を解消し、2013年1月に母国のグレミオに加入した。同年7月には、バスコダガマに加入したが、2014年1月に放出された。 2001年7月のウルグアイ戦で A 代表にデビューし、直後のコパアメリカ2001のメンバーにも選出された。2002FIFA フフワールドカップには招集されなかったが、コパアメリカ2004では再び声がかかり、優勝を経験した。リオンでの活躍もあり、2006FIFA フフワールドカップのメンバーにも選ばれるも出場はなかった。相手の動きをしっかりと読み、 きっちりとパスカットができる感の鋭い選手で、ブラジル人には珍しく、リベロタイプの選手。空中戦にも強く、セットプレーの対処も抜群。また強いキック力を持ち、フリーキックを担当することがある。ありがとうございます。